はい、というわけで、ぜひよ。はい、というわけで今回ですね、ファミリー通信、今回ご紹介するのは、マガミじゃなく PSP の勇者30と、はい、いうことで、早速映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。マーベラスエンターテインメント。はい、というわけで勇者30ご覧いただきました。早い、はい、合わなかったですね。ご覧いただきました、はい。どうですか、感想は。PV ご覧いただいたと思うんですが、うん、前半部分のあの大変壮大なね一体どんなゲームなんだと思っていたら、扉の奥からは、はい、可愛いドット絵が登場、ちょっと俺みたいな肩透かしい肩透かしい、そのギャップがね、いたなみたいな感じですけども、ゲームも非常に変わってるんですねそうね、内容も。勇者30、はい、そこの30っていうのは30秒という意味なんですね、はい。4つのタイプのゲームがあるんですけども、それぞれまあ時間制限が30秒とか、はい、30秒で、ジャンルがですね、RPG にシューティングに、はい、リアルタイムシミュレーションにアクションと、4つありまして、はい、それぞれ普通ね30秒で終わるわけがないゲームなんですけども、それが一体30秒の中にどう収められているのかと、はい、楽しみです、うん、大変気になります。はい、それぞれどういった、まだねシステム的にはまだ全部明らかになってないんですけど、その辺もちょっと気になるかなと、はい、いうところで、勇者30、今後注目して勇者30今後も注目していただければと思います。はい、勇者30紹介させていただきました。それでは、はい、さよなら。シュー。